それでは250試乗編の最後ですね、オフロードのレビューになります。ただ当然700万円を超える新車なので全然大したことはできてませんので、その点はご了承ください。まあ 99% はオフロードなんて走らないと思います。なのでせっかくなら機能の説明もしつつ試乗して感じたことを話していこうと思います。ではまずこのレバーですね、運転席と助手席の間にあるんですけれども、普段の街乗りは H4、オフロードは L4 に切り替えます。250のオーナーさんはディーラーから触らないでくださいって言われたらしいです。ではこちらの映像が H4 と下が L4 との比較になってます。何が違うかというと2点あります。1つは速度、 L4 の方が遅くなります。そして2つ目はパワー、 L4 の方が強くなります。とりあえず映像なんですけど、70と250どちらも全くブレーキアクセルは踏んでません。なので比べると H4 の方が速く走っていってしまうですね。しかも H4 の方はパワーがないので途中の岩に引っかかって止まってしまってます。オフロードは凸凹道を走るので当然ゆっくり安全に走る必要がありますし、障害物を乗り越えるパワーも必要になります。そのためこのような L4 の切り替えがあるんですね。ただこの比較動画ね、ちょっと H4 の方は一速で L4 の方ドライブに入れてるかもわからんです。まあまた機会があればねしっかり撮り直します。まあそんな違いがあるよってことは覚えておいてください。評価としては正直 L4 にしてもそんなに低速にならんかったなってのと、トルク、まあパワーの方もちょっと上がったかっていう感じでした。まあ250はね純正状態なのでこんなもんかなと思います。次に凸凹道を走ってる様子です。まずはこちら普通に走らせてます。 L4 の状態ですね。実は250っていうのは普通にこうオフロードを走らせるともう車の方が勝手に全部やっちゃいます。ドライバーっていうのはアクセル踏んでるだけです。はい、このように何の問題もなく走り切っていく。これが250の持つアクティブトラクションコントロールという電子制御システムです。以下 A トラと訳します。だから本当に250っていうのはオフロードを車の方が勝手に走っちゃうって感じなんですね。ではこちら運転席と助手席の間にある TRC オフのスイッチですね、こちらを長押ししてみます。はい、モニターにこのように出ました。これによって250の電子制御、つまり A トラがオフになります。これで車がオフロードを勝手に走らせるっていう機能がオフになりました。完全にドライバーの腕前だけで走る状態です。はい、では行ってみましょう。で途中でこのように、はい、止まってしまいました。これもタイヤが浮いてしまって空転してるんですね。これがオフロード補助機能がなくなった250本来の走破性になります。どれだけ素晴らしい機能が250に搭載されているかが分かりますね。ただハード面の評価をしますと、フロントの足回りは独立喧嘩なので、まあ相変わらず足が伸びません。でリアは5リンクのコイルリジットなのでめちゃめちゃストロークがあります。で電子制御はプラドの時代に比べてめちゃめちゃ進化してるなってのを感じました。プラドの時はその空転した時ね、タイヤが浮いて結構アクセル踏み込まないと電子制御が効かない、 A トラが効かなかったんですけど、250は少しアクセル踏むだけでもう電子制御発動、もうこれは進化したなと感じました。で250の ZX だけは SDM というものがあって、フロントのスタビ機能を殺します。これでフロントの足がより伸びるはずなんですけど、正直見ておーっていうような変化はなかったですね。あの何センチ伸びたとかの測定はできてないので、まあまたいつかやれるかはわからないですけれども、まあ正直フロントは独立喧嘩なのでね、スタビ機能がなくなったところでまあこんなもんかなって思いました。まあ足が伸びなくてもね、優秀な電子制御が勝手に250を走らせるので走破性はもちろん十分です。まあ、全国のランクル界でも最強の80、もう有名な80がいらっしゃるんですけど、それをぶっ倒すぜみたいな話をしないのであればもう十分そのままで250は OK です。ただやはり純正車高だと下回りがすぐにぶつかりますね。あとステップもすぐぶつけます。位置が低すぎますね。ちょっとしょうがないんですけれども、純正車高でオフロード走る際は注意してやってください。はい、それでは続いて車内からの映像、こちらの音聞いてください。
コッ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 って音聞こえますかね、この音が A トラで電子制御で走らせてるって証拠になります。この音がするってことは本来であればあのタイヤはもう浮いちゃって空転してる状態です。それを電子制御で無理やりストップさせてもう前に進ませてる、ちなみにナビ画面ではこのようにタイヤがオレンジ色に光るのでどこのタイヤを車が自動的にストップさせてるよってのが分かるようになってます。はい、次はデフロックですね。250はフロントはないのでセンターとリアのデフロックを入れて走ってみました。さっきのコースはね当然何の問題もなく走り切れちゃうような状況で、デフロック使用中は電子制御は完全に解除されます。まあデフロックはもう機械的にタイヤをロックするのでもう電子制御のような小細工とかではないです。はい、というわけで簡単にオフロードを走った感想はこんな感じですね。まあ本当に電子制御の進化を感じたなっていうふうに思います。ただオフロードを楽しみたいよっていう人はぜひとも車が勝手に走る電子制御オンの状態じゃなくて、まあ、さっきやったように電子制御はオフにして遊んでみてください。めちゃめちゃ楽しいし、よりオフロードをねどうやって走ったらいいかなっていう腕前も上がっていきますのでね。もう電子制御入ってる状態だとアクセル踏んでもうどこをタイヤ乗せようとか全然考えずに走り切れちゃうので、まあ、結局言うと車が勝手に走る、車の性能で走ってる。まあドライバーの腕前が上がるかっていうと、まあほとんど上手くなんないと思っていいです。はい、あの旧車乗ってる我々も新型乗ると、ああこれなんか自分が上手くなったような錯覚に陥るなーなんてみんな言いますけれども、まあ要はそういう感じです。で最後にまあオフロードに関する注意喚起なんですけど、あの250最強だとか勘違いしてあのオフロード単独で行くような舐めた真似は絶対しないようにしてください。あのランクル250だろうが300だろうが、まあ、70だろうがハマるときはハマります。あの電子制御とかデフロックとかもうそんなんじゃどうにもならんようなコースなんていくらでもあるので、決してあの舐めて単独で突っ込まないようにしてください。必ずちょっと難しいところ行くよっていうときは仲間とあとウィンチはもう必須だと思って走ってください。まあウィンチがいるようなコースを250で走るような人は車のショップ関係者とかじゃない限りいないとは思いますけれども、まあそれはちょっと頭の片隅に入れといてもらいたいかなと思います。で無理やり出ようとしてアクセル踏み込むと、まあとりわけプラドの時もそうでしたけど、独立喧嘩の足回りはリジットより弱いので普通にバーンってぶっ壊けますので、もうダメな時はしっかり助け呼んで出してもらってください。はい、というわけでまあ決してランドクルーザーって車は強いですけど、あのもう最強だぜとか過信できるような車じゃないので適度にオフロードを楽しんでください。それでは。